が埋めたりもしていますけれども、高かった打球です。お、見上げた大崎の打球がスタンドイン。ソロホームランが出ました。黒崎、8回の表ライオンズ1点を返します。9対3です。今日は両分すべて得点はホームラン。粘り強く、この打球が左中間だ。高めのボールを捉えた。その先ヒッター、今シーズン第1号のホームラン。ソフトバンクの西川から1号、それ以来のホームランです。すごいと思いますよ。そうですか、そうですか、これもだから今日まっすぐを捨てた左中間です。柳田の左ですが追いついた。その先セカンドへ、ツーベースヒット、ワンアウトランナー二塁。ツーベースが今シーズン2本目です。この打球はレフトの頭上を飛んでいくか。ワンバウンドスペース、この先の2点タイムリーツーベース。だからもうちょっと、さあ初球打った左中間、打球が飛んできた。そのどうでしょうか、スタンドまで入りました。ホームランです。この先も反射がありますが、ライトへ大きな飛球だ。入りました。2者連続のホームラン。トップはその先の一発です。外へ持ってきました。その先、外打つと、この当たりはどうだ。フラフラッと右中間真ん中が破っていく。さあ三塁を回ったぞ。回ったボールが内野に返ってきただけ。勝ち越しはライオンズ。まっすぐだ、打ってこの当たり高々と上がっているが、ライトセンターのセンターオーバーのヒットになりました。中村が帰ってきました。